それでは地理の第2回ということで小地形の丸1ということでやっていきます。はい。まずは小地形。どんなものがあるかということで、6つほど種類を挙げているのですが、今回は最初に3つの地形をやっていきます。まず1つ目に平野の地形。平野の地形の中にもいくつか種類があって、まずは新食平野についてやっていきます。新食平野は準平原と構造平野。 という2つの種類が大きく分けてあります純平原っていうのは、えー、もともと起伏があって山がちだったところが長い間雨や風などの侵食を受けて、えー、山がどん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 平らになっていったところ、えー、そのような平野を純平原って言っていますで、えー、と山が削り取られていく最中に、えー、岩盤が硬いところは、えー、削る力に 勝っているので、そこが残って残球、残旧モナドックとも言うんですがえ残旧がえ分布したりしますえ例えばえ関東地方の筑波山であったりえ四国にある讃岐富士えこのような山は浸、えー、食作用で山が削り取られる時に、えー 削り取られずに残った残球の部分が現在筑波山とかさぬき富士と呼ばれています構造平野の方は地層がほぼ水平に堆積しているところでもともとあまり地殻変動の影響を受けていなくて平らだったところがさらにどん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 上に地層が重なることによって水平に堆積しているところです緩やかな傾斜があるところでは 地形というふうに呼ばれていて有名なところはフランスのパリ・ボンチであったり五大湖周辺アメリカの五大湖周辺もケスタ地形になっています、えー、緩やかな斜面があるということでパリ・ボンチではブドウ栽培などが行われていますまた、えー、構造平野が水平にある場合にはメサやビュートと呼ばれるような残球に近いものが分布することもあります オーストラリアのグレートアーティジアン盆地というところも、えー、オーストラリアのとこをやるときに出てくると思うんですけどそこも構造平野になっていますそして2番目が堆積平野です堆積平野は、えー、3つあります中積平野現在も、えー、形成され続けている今も堆積が続いている平野です2番目が鉱石台地で氷河期以前の更新星に 形成されて、中石平野よりも一段高いところにある平野を鉱石台地と言っています。次に海岸平野です。海岸平野は河川から供給された土砂がたまった海底が隆起するなどしてできた地形です。そしてそれらを詳しく見ていきます。まず中石平野について 中積平野は上流から線状地氾濫源三角巣に分類されます扇状地の中を見ていくとまず扇長部分では水が得られるためえ水田であったり谷口集落というものが形成されます扇央では河川が伏流するため水はけの良い地形であることから果樹園や桑畑が 立地します先端では有水が得られるため集落や水田が分布するようになります次に氾濫源です氾濫源は河川の中流域にあります河川が蛇行を繰り返して氾濫をすることで土砂が堆積して形成されます自然堤防は洪水時に土砂が堆積して周囲よりも標高が高くなっているので 住宅集落が立地したり畑が立地したりします広廃湿地は水はけが悪いために水田として利用されていますただ近年は住宅地の開発などが行われていて洪水時などに被害を受けるようなこともありますまた蛇行したもともとの河川が三日月湖として残ったりすることもあります、えー、次が、えー 川が海に出る地点の三角巣です。三角巣は、えー、沿岸流や体積の強さ、弱さによって円弧状三角巣、銚子状三角巣、カスプ状三角巣の3種類が形成されます円弧状三角巣は、えー、よく皆さんが想像されるようなきれいな円弧状になっている三角巣でナイル川。 が例として挙げられます。長子状三角巣はアメリカのミシシッピ川のような例が挙げられます。カスプ状三角巣はイタリアのテベレ川が例として挙げられます。海の方の力が強いとエスチュアリーという地形が海岸に形成されます。次に海岸地形です。海岸地形は まず、利水海岸があります。利水海岸は海底が隆起したり海面が低下することによって形成されます。まず、海岸段丘。海岸段丘はえ波の浸食で海食街や海食台などが形成されてその土地が隆起することによって形成,します形成されます。え例えば、日本では室戸岬。 などがが海岸断球が見られる場所です次に海岸平野です。海岸平野は土砂が堆積した海底が隆起してできます、えー。日本では宮崎平野や九十九里平野などがこの例に入っています。次が浸水海岸についてです。浸水とはえ土地が沈,降沈んだり海面が上昇することによって形成されます。 例えば、右側のググアースの図にもありますが、リアス式海岸があります。こちらは山地に海水が侵入して、えー、形成されます。えー、例えば、リアス・バハス海岸。こちらスペインにありますが、リアスの名前の由来となった、えー、リアス式海岸です。次に三陸海岸や 湾、島半島など日本各地でもリアス式海岸は見ることができます三陸海岸では、えー、湾内が非常に狭くなっているので津波の波高が上がって、えー、東日本大震災などで被害が拡大しましたまた若狭湾などは原発が多く立地していることで有名です島半島では真珠などの栽培が宇宙,宇宙海で行われています 次の沈水海岸の例としてフィヨルドが挙げられますフィヨルドは氷河が削った有事谷有字国に海水が侵入してできますノルウェーなどの北欧であったりニュージーランドやチリ南部などかつて氷河があった場所に形成されていますノルウェーのソグネフィヨルドが世界最大のフィヨルドです3つ目がエスチュアリーエスチュアリーは 三角質であったところに波や、えー、潮汐、潮の力によって海水が侵入することで形成されます、えー、イギリスのテムズ川やフランスのセーヌ川、えー、ドイツ、ベルギーの河口のライン川であったり、えー、南米のアルゼンチンにあるラプラタ川などが、えー、その例になっていますスチュアリーの後輩地、えー、後ろ側には 大都市が形成される傾向にあります例えばイギリスのロンドンであったりラプラタ川の、えー、背後にもアルゼンチンの首都が形成されたりしていますはい。次に海岸の小地形を見ていきます大きく分けて沿岸流によってできる地形と波や風によって形成される地形があります 沿岸流によって形成されるものとしてまず差しがあります差しはこの右側の図にあるような三保の松原であったり北海道の野付半島などが例です続いて差すです差すはサシがさらに伸びていくどん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 砂の列が伸びていくのが差すです日本では天の橋立て京都の天の橋立てであったり 鳥取の弓ヶ浜などが例として挙げられます続いてラグーンですラグーンは北海道のサロマ湖が例として挙げられますがさすが伸びていくことによって内側に湖ができるとそれをラグーンと呼んでいます4つ目が陸系統です「系」っていう字はひらがなで書いてもいいかもしれませんこちら例としては江の島 などが挙げられます5つ目陸警察トンボロという方が有名かもしれませんがこちらは函館や男鹿半島などが例として挙げられます男鹿半島は両側からトンボロがサスが伸びているので二重トンボロとも呼ばれています次に沿岸洲ですね沿岸洲はアメリカのメキシコ湾沿いに広がっていますまた品亭と呼ばれるものも 九十九里浜にあり、那谷集落が立地しています。今回は以上で終わります。